ご紹介預かりました。ありがとうございます。理化学研究所生命システムセンターの大成です。本年度から、このようなタイトルで、課題を始めさせていただきましたので、課題の説明をさせていただきます。生命動体システム科学という分野が、近年その、推進されておりまして、この分野というのは、その生命を動的なシステムとして理解して、操作する生命科学ということで、新しいその生命科学の潮流として、非常に期待されている分野です。それでそこの肝としましては、その時空間を有するその先端的な定量計測と、それからまあ高精密モデリング、まあ、計算ですね、それからインシリコとインビトロで再構成するというのが、その分野 の、 そのテクノロジーの肝になっておりまして、でまあ、その中で実際にはですね、まあ実験から得られるそのこういうその時空間の動態 の、 その定量的に計測したデータ、並びにそのコンピュータシミュレーションとかを使って、やはり時空間的に定量的なデータが出てくるんですけど、こういうデータがそのこの分野の中心になるということで期待されております。それで、我々はその過去3年間、全課題におきまして、こういうその新しい生命動体システム科学という分野のデータベースの統合化ということをやらせていただいてきたんですけれども、それは当時、この分野がまだ始まったばっかりなんですけれども、そうすると先ほど、お見せしたようなその定量的な時空間的な定量データというのがまだ少ないわけですけれども、それがこれから爆発的に分野が成長するとともに増えていくだろうと。そうするとその増える前のタイミングにおいて統合化をしてしまえば、まあ、結局その美しい、まあ、統合化された世界観が実現されて、研究が促進されるだろうというその野望のもとにですね、まあこういう課題で24年度から26年度にかけて生命動体システム科学のデータベースの統合化というプロジェクトをやらせていただいていました。でそこではこういうそのデータベースを統合する体制とか仕組みとかを構築して、さらに少なくとも我が国のこの分野のデータベースをすべて統合化しようという目論みでやらせていただいておりました。で実際にそのプロジェクトにおきましては、まずそのこの分野ですねの全体的なデータベース統合の枠組みを作ろうということで、分野を代表する研究機関とか研究プロジェクトで中心的な研究をされている方に集まっていただきまして、プロジェクトグループというのを構成いたしまして、それでどうやってこういうその統合化を進めていくかということを議論する、そして進めていくため の、 そのアドバイスをしていただくような体制を作りました。でさらにこうデータを統合化するためにはですね、データのフォーマットが統一化されていることが大事で、実はそのこういうデータって世界中で作られ始めていたんですけれども、各研究室で作っているデータがみんなフォーマットがバラバラで使いにくいということで、統合フォーマットということで BDML というフォーマットを作りました。これはその一分子の動態から個体の動態まで全てを一つのフォーマットで表現できるというそのフォーマットで、現在世界ではこういうフォーマットは我々のものしかありません。それで、さらにこういうフォーマットで全て の、 その動態を、表現したものを、突っ込んで置いておく公開するデータベースというのを作りました。 SSBD というデータベースを作りまして、そこにはその今回我々が、もちろんターゲットとしている、定量的なデータですねが、入って、先ほどの BDML のフォーマットで入っているわけですけれども、特にその実験から得られたデータの場合はその定量化する前の画像というものがありまして、これも非常に大事なので、画像も入れるというような仕組みにしております。さらに、あとでまた紹介しますけれども、こういうデータを今度解析するためのツール群とか、可視化するためのツール群とか、そういうものもですね、提供するような SSBD というデータベースを公開いたしまして、現在運用しております。ちょっとこのデータベースの中身を見ておりますと、こんな感じで、各、我々のラボから出たものも含まれてますけれども、いろんな世界中のラボから、生産されたさまざまな生き物のさまざまな状況におけるその動態ですね、一分子の動態から細胞の核の動態とか、あとは、これは個体の動態ですけど、そういうデータが、一つの統一なフォーマットで、フリーにダウンロードできる状態になっております。それでこれがその一覧表なんですけれども、当初の目的を果たしまして、国内で公開されているその当分野のデータに関しては全て今このデータベースに入れることができております。それでこの取り組みは随時続けておりまして、各毎年新しい論文とかデータが出るたびに、その各研究室からデータを供出していただきまして、データベースを強化するという動きを続けております。
まあ、このような形で、生命動態システム科学のデータベースを、作ってきたわけですけれども、同時にですね、データベースの活用への取り組みというのも行ってきました。昨日非常に議論されてきたと思うんですけど、データベースってもちろん作ることも大事なんですけど、活用されてなんぼということですね。それで、なかなか活用されるのは難しいんですけども、我々もそれに向けた取り組みも行ってきました。一つはツール群の提供です。こういうその新しいタイプの生物学をやるので、ツールがないわけです。それで一つは、例えばその定量化された情報を、一般 の, その生命科学の研究者が、使うためにまず見えなきゃしょうがないので、可視化するツールというのを作っています。でこれはその我々の BDML で表現されたあらゆるその、データはこのツールを使うと、可視化できますので、ここちょっと時間かかるので多分そこまでいかないと思うんですけど、今大腸菌を見せてるんですけども、同じフレームワークで、ファイルを変えるだけで、例えば線虫の細胞の核の絵とかに変わったりとか、そういうことが全部できます。でさらに、表現型解析、その細胞の動態の異常とかを検出して比較したりするためのツールというのも提供しておりまして、それから、そもそもデータを作りたいという人もいますので、このデータの画像から、定量的なデータを作って、それを、この BDML のフォーマットに直してデータベースに突っ込み直せるというような、ツールというのも、作って公開しております。このようなサポートをしております。でさらに、ただこれだけでもなかなか、やはりその、一般の生物学の研究者にはなかなかデータの活用が進みませんので、さらなることもやっております。でそこは、一つ重要なのは、その表現型解析といって、細胞の動態とかというのがですね、遺伝子のノックダウンとか、あとはそのケミカルを与えたりすると、変化するわけですけども、その変わったものを使って、新しい遺伝子の機能を 発見したり、その他の生命機能を 発見したりするのが、その生物学の一つの取り組みなんですが、そういうその表現型解析というのをですね、我々のデータベースを使うと非常にその高速化できるということが、分かってきております。それで、つまりそのデータベースに我々はその定量で化されたその生命の動態の情報が入ってますので、その中で注目したい特徴を数式で定義してあげると、そこに異常があるものというのをパーッと瞬時にリストアップすることができると。でこれはその、もともとは我々その定量表現型解析をするために、実はもともとのデータを取ったんですけれども、そうすると、我々の最初にターゲットとして選んだ表現型って大体450種類ぐらいの表現型を選んで解析したんですが、当然そのさまざまな生命科学者にとっては自分に興味がある表現型を、例えば私が解析してないことがあるわけです。ところがそういうものに関しても、もうデータがありますので、そのリクエストを受ければその人の狙っている表現型を解析、新たに解析、瞬時に解析することができる。つまりこれはデータの再利用性ということですけれども、そういうことがですね、すでに我々のデータベースで可能になっておりまして、日本の、まだ、数個のラボですけれども、リクエストを受けまして、その各ラボの興味のある表現型異常を、我々の方で、サーチして、お返しするというような表現型解析支援というのをすでに始めております。これによって個別 の, その研究が加速化されて、各ラボが個別にスクリーニングをするというような手間が省けると考えております。でさらにこれも昨日から議論がされているデータ駆動サイエンスということですけれども、我もそういうこと取り組みをしておりまして、これはあまり詳しく話す時間がないんですけど、その我々のデータからやはり統計的な手法で、細胞の発生のさまざまなプロセスの特徴を抽出して、それで発生がどうやって進んでいくのか、さらにそこにどう遺伝子が関係しているのかっていうのをデータから抽出するような手法を見つけることができてきています。このような形で我々のデータベースというのは、まず見て理解すること、そして表現型解析のように、そのこれまで生命科学の研究者がずっと行ってきた研究をさらに効率化加速化するということができて、さらにデータ駆動サイエンスのような新しいタイプ の, その情報科学とか数学とかを活用した、今まで誰もやってこなかったようなサイエンスができるような、こんな基盤になるというプラットフォームだと考えておりまして、各方向に関して、まだまだ少しずつですけれども成果が出だしてきているという状況にあります。というふうにですね、非常にうまくいっているような話をしてきましたけれども、もちろん課題があって、そこに、そのうちの一部ですけれども、ここに挙げております。
例えばですね、やはりこれからデータが非常に大きくなってくる、で数も増えて一つ一つのデータも増えてくるということが予想されておりまして、例えばその超解像顕微鏡とかものすごくデータの量が多いわけですけども、まあ、そういうものに対応しなきゃいけないと。でかつ生命動態システム科学という分野が推進されてきてちょうど5年目ぐらいなんですけど、要は論文が出だすってこのぐらいのタイミングなんですね。で今からだん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 去年ぐらいから爆発的にその成果が増えてきておりまして、まあ、こういうその増えてくるデータに対応していかなきゃいけない。さらにはやはりこういうデータベースの仕組みとか作りましたけど、これをその持続可能なシステムに、もうちょっと安定化させていかなきゃならないし、まだまだ活用も少ないので、もっと広く活用していただけるようにしたいと。そしてさらにはまあこういう動きっていうのは実は我々世界で多分最初に始めておりまして、世界的な他のまあグループと連携というかうまく協力してやってきてるんですけれども、さらにちゃんとしたまあ要はフォーマルな国際連携とかを作っていきたいということがやはり今後の課題として残っております。そこでさらにですね、ちょっと関連した動きとしましては、その細胞生物薬とか発生生物薬の画像データの問題っていうのが発生してきております。でそれはどういうことかというと、そのここ数年、まあ、2014年にノーベル賞を、受賞しているというのがその非常にその、なんかこう、ビビッドな話なんですけれども、顕微鏡の技術というのは非常に発達してきておりまして、さまざまなデータが、まあ、大量に、取れてきていると。しかもそれは最先端の画像が、取れてきていると。で結局その最先端の画像を使えるかどうかが結局研究の競争力を決定づけるような状況になっておりまして、まあある意味顕微鏡の最先端の技術を自分のラボとして使えているラボが勝てるような時代になってきた。でそうすると、まあ、実際問題としてはその最先端の画像の活用というのは一部の研究室、つまり仲いいところ人に顕微鏡の開発者がいるとかそういうラボに限られてきておりまして、結構でまあ最先端のイメージングの技術を、まあ、変えることは変えるんですけど、それはものすごく高かったり、あるいはその本当に最先端のものはやっぱ売ってなかったりするわけです。こういう問題が出てきてですね、一部のその俗に言う勝ち組の研究者だけが、まあ、こういういい画像を使えるという状況になってきて、それは良くないと。その研究のレベルを全体として、まあ、引き上げることにならないので、最先端の画像をどう共有化するかみたいなことが大きな問題になってきています。で、我々ずっとその SSBD、 今までのデータベースで画像も取り扱ってきましたし、さらにこういう最先端の画像って、まあ、もちろん見て観察するのもあるんですけど、その次のステップとして定量化して動態の研究をするというのが今流れになってきておりますので、我々のデータベースと思いっきり関係があるだろうと。そういうことでですね、我々としてはこういうその最先端の画像データというのは定量化を前提に管理するのが非常に効率的だろうと考えています。考えてきました。こういう背景もありまして、今回その新しく採択させていただいたプロジェクトでは3つの目的を挙げておりまして、最初の2つは今までのデータベースの継続的な発展とか、中長期的な継続を可能にする体制と仕組みの、まあ、さらに、パワーアップなんですけれども、3つ目の課題としてその画像データベースというのを強化するということを挙げさせていただきます。それで研究の構想としては、まあ、こんなことを具体的に挙げておりますが、3つですね、まあ、継続的な発展と、それから体制と仕組みの、まあ、アップデート、さらに画像データベースの統合ということを、挙げさせていただいております。もうちょっとあるんですよね。で、ちょっとお時間がないので、画像の話だけもう少し掘り下げてさせていただきます。まあ、こういう形で細胞生物学とか発生生物学の画像データを、統合する取り組みを、さまざまなラボと、画像のラボと共同してやらせていただいたと思ってるんですけど、これどんな効能があるかってことですけど、ちょっと我々の取り組みを少しご紹介します。というのはですね、これフェノバンクっていう画像のデータベースがあって、そこではその遺伝子ノックアウトした C. エレガンスの二次元の同化が500遺伝子ずつについて、まあ、大量にその保管されている、こんな感じのデータがダウンロードできるデータベースが、まあ、あるんです。で、まあ、これ皆さん見て非常にその研究で使ってるんですけど、我々このデータを、まあ、からですね、勝手にダウンロードして全部その細胞の動態を定量化する、自動的に定量化するプログラムを作りました。そうするとですね、このフェノバンクに乗っかっている画像は全部、こういう形でダウンロードして、すでにもうその細胞の動態が定量化されています。こんな感じ。でこれ実際今、初期肺発生に必要な遺伝子のうちの 95% ぐらいの遺伝子に関して定量化が終わっておりまして、でこのデータを使って、
統計的な解析をして、まあ、例えば最初の取り組みとしてその姿勢前角ですね、受精直後の、まあ、オーサイトの、細胞核の動態を制御する遺伝子の探索の仕事などを行っておりまして、すでに成果が出ております。こんな感じでですね、画像データっていうのを公開するとそれをやはり再利用して新しい研究をするということができるということになっております。ここで、画像の、データベースを構築するということも、ぜひ強力に進めていきたいと思っております。時間がありませんので、将来展望の話は、割愛させていただいて、この辺でお話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。